と芋のテレビ7月号をお届けしたいと思います。皆さんご覧ください。これ手ぬぐいなんですよ。これがね、一回特集したことあるんですけれども、なんですけど、あの時いなかったんですよ。そうなんです、そうなんですよ。ちょっとカナダ行ったりとか、なんかいろいろあっていなかった時にやってはったんで、もう一回ちょっとちゃんとおさらいしたいなと思って。わかる。私もこれすごい好きだったんで。そう、すごい気になるでしょ。そうなんです。あれからもう一枚増えてる。増えてるんですよ。前一枚しかなかったんだけど、これが新しい方でしょ。そうそうそう。で、こっちはね、寝巻きバージョンなんですよね。あ、なるほど。それが筒袖になってて、でそっちはオフリーになってるんやけど、こんな形で使えるっていうの知ってる人少なくないですか。昔はね、手ぬぐいが、あの時もお話ししたんですけど、牛乳屋さんとか新聞屋さんがね、粗品とかって持ってきたりして、その手ぬぐいをいろんなことに使ってたのね。昔の着物、最近の着物はね、肩当てってついてない、一式当てはついてるけど、肩に肩当てっていうのをつけて縫ってるのは少ないんやけど、見たことない。そうそう、昔はね、汗取りでここの肩のところに肩当てをしてたんですよ。でそれがさらしの布だったりするんやけど、もう普段に家で着てるものには手ぬぐい使ってたりとか、でそれこそ一式当てに使ってたりとか、まあ一番最初は食器、ご飯の上にねかけたりとかね、ほうかぶりしたりとかね、お掃除する時にお母さんがやってたな、あと、まあ大拭きにしたりとか、さらしの反物を染めて作っているので、それをこうカットしていって手ぬぐいになっているので、それを縫い直せば一旦に戻る。なるほど、だから着物ができる。はあ、そういうことか。ということで今日はですね、皆さんにこの手ぬぐい特集としていろんな使い方、ご提案したいと思います。まず最初にお誕生日なのであっちゃんから、はい、今日手ぬぐいもらっちゃったんですよ。ありがとうございます。7月に50歳なんだぞ。あっちゃんからこんなに可愛い手ぬぐいをもらいました。はい、ゆうこさんぴったりでしょ。やっぱりね、バラやるね、バラやるね。ありがとうございます。こんな可愛いのもらったり、今ブーなんですよね。どんなのがあるんですか。これあちゃん、これそうなんですけど、手ぬぐい大好きなので、この同じ会社の虹浦さんの、虹浦さん流行ってますね。はい、肩止め抽選なんですけども、の一色でパキッとした以外にも、こういうぼかしを効かしたっていうのはすごい珍しいですね。ご当地系ですね。今年冬に山形に行った時に、山形の方言が、旅に行くときこういうの完璧ですね。もう本当にもうこういうの楽しいんですよ。手ぬぐい屋さんに行かなくても、結構観光名所とかでもお土産として売ってるような、この京都の神宮寺さん、もみじの名所ですね。そうです、そうです。さっきさ、なんかおっさんの顔見えたけど、これおっさんじゃないよ。前これエプロンにしてたよ。ああ、私山形と仙台に用意いたので、え、これもご当地的なやつ。ご当地ですね。うわ、ちょっと待って、これ前身頃にしよう。めっちゃ可愛い。前身頃にしよう。めっちゃいい。化粧も何系っていろいろあるみたいなんですけど、そういうのがいっぱい載ってるやつとか、中でもおすすめなのがちょっとこれですね。もう結構使いすぎて、もうぼやけてしまってるんですけど。あ、祇園祭だ。毎年変わるの、こういうのって。これはね、実は横丁の人しかもらえない。え、ちょっとレアリー。売ってないやつです。ここ名前が載ってるわ。これ背中がいいんじゃん。背中がいいかも。背中がいい。センター割り。こういった形でですね、いろんな手ぬぐいが皆様のご家庭にもあると思うんですが、お姉ちゃん曰くこんな利用方法があるそうです。布だとしたら、ここを結ぶ簡単なね、昔からある日本の袋なんですが、開きますよ。じゃ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 、これ手ぬぐい1枚でできるんですって。知らなかった。これね、結構 A4 とか大きな雑誌でもスポンと入るし、いらない時はちっちゃく畳んでハンカチサイズでカバンに入るし。待ってちょっとやってみよう。あっちゃんに今もらったね、手ぬぐいをこれに合わせてみるよ。こうってで、こうでこうってほんでこうったら、ここちょっと余っちゃったから中に縫い込んで、ここ縫うだけで袋になる。ということはこんな柄の袋が出来上がるってことですよ。そういうことです。いや、ちょっと着物にこう下げてるだけでも可愛らしいね。上結んだら落ちないし、手にも引っ掛けられるし、ちょっとしたこんだけの布があれば
バックインバック的な。そうですね、確かに確かに、今のカゴバッグとかもあるけど、うん、その中のちょっと中に入れれるっていう、ね、まずは手ぬぐいの利用の仕方としてあずま袋いいんじゃないでしょうか、うん。さあ今日はですね、手ぬぐい特集、まあ、7月というと汗ばむ季節ですから、ね、そうそう、手ぬぐいが身近にあるということ皆さんあると思うんですけれども、うん、しかも流行ってますしね最近ね、うんうん、普通にご家庭のタオルとかも、うん、代わりに手ぬぐい使う人がいてて、なんでかっていうと、うん、すぐ乾くんですよ。あ、なるほど、そうそう、あとはもうハンカチとして使う人が増えてる気がしますね、うんうん、私もあの袖の中に手ぬぐいを入れとくというと、うん、やっぱり膝掛けにもなるし、うん、手ぬぐいにもなるしっていうので、そうそうそう、細かい柄だったら半襟にしても可愛いし、ね、そうなんです、あの男の人で手拭い半襟って最近流行ってるし、流行ってますね、うん、今日はですねその手拭い特集なんですが、うん、手拭いで浴衣を作るためには、うん、何がどう必要か、はい、型紙を作ってくれましたのでちょっとご説明したいと思います、うん、まずこれがね図解なんですけど、うん、はい、あの12枚の手拭いで浴衣ができるんですよね、うん、え、意外と少ないね、リターンが12メーターぐらいで、そう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 、手拭いの長さが、まあ、90センチから120グラムで、うん、だって考えたらもう12枚です、ね、そうなんですよね、うん、これをこういう風に剥いでいったらこれになりますよっていう図がこれなんですけど、うん、分かりにくいかと思って実物大で作ってみました、うん、そういうことなんです。これが一つ一つ手拭いを縫い合わせたこう前身ごろと後ろ身ごろってことなんですよね、うんうん、まず袖は1枚の手ぬぐいをこうぐるりんってしてるだけ、こういうのがぐるんってなってるだけです、うん、そうそう、袖っていうのはお洋服みたいにここの肩の縫い線がないんですね、ないね、ないですね、うん、ないですないです、だから肩布はこれも袖と同じで1枚の布を肩でぐるりんってぐるりんとしてるだけ、大体そこぐらいまでってことで、そうです、向こうにも袖がつくからそれで4枚使ってるんです、うん、これがこういう状態で、あとここの身ごろが前身ごろ2枚後ろ身ごろ2枚とあるんですけど、それはもう手ぬぐいそのまんまです、こういう状態、こういう状態、うん、この柄でもいいわ、めちゃ可愛い、あの左側がね前にこう重なってくるので、うん、出したい柄をこっちの方に持ってくる、皆さん、出したい柄こっち入れたら見えませんよ、下前になってしまうので、でそこでまた4枚つけて、ね、4枚後ろ表のね、はい、ここの肩のところは半分になってるので、うん、なってるので、それとこの裾の1枚では身長に足りないので、うんうん、おはじょりになる分がここなんですよ、なるほど、だからこれの4分の1のところがこう入ってるってことね、そうそうそう、だから1枚の手ぬぐいを4等分して、うん、ここに後ろ後ろに、そう、前ステーキ前後ろ、これでまず胴体が出来上がってきるんですよね、で、おくみですね、はい、おくみはこの手ぬぐいを半分にしたものとその半分をこうつけるこのサイズですよね、うんうん、それから三角になってもね切らないんですよ、うん、襟の中に縫い込むから、ほどいたらまた四角に戻るんですけど、うんうん、ここに今度、大襟がついて、うん、で掛け襟をしていくっていうことなんですけど、はい、それが大襟になるもんだから1枚を半分に切って、うんうん、で縦につなげるっていう、ぐるっと この大襟になるもんですね、うんうん、これが掛け襟になって、うん、この大襟の上に縫い付けるっていう、これだけで全部で全部でここまでで12枚、うん、すごいね、なんかあの春夏秋冬とか1月から12月までの、うん、手拭いがあったら星座とか星座とか、ね、すごい、十二支とか、そうそう、そういうのも可能かなという、一つの着物の中に込めれますね、ね、いろいろ、いやでもこういうふうにこういろんなとこ行った時の、うん、この旅行の思い出に買った手ぬぐいつなげてて、そう、ね、すっごいおしゃれ、じゃあもうそろそろ12枚になるんじゃないですか、ちょっとここら辺があれカナダで、ここら辺がアメリカ、カナダに手ぬぐい売ってない売ってないわ、そしてですね、うん、この足し布をする時に、うん、ワンポイントアドバイスがあるんですよ、あのまして一重なのでね、うん、普通にこう縫ってここをこう縫いますよね、うん、でこう割って、うん、で1枚にしてしまうとこの縫い代がむき出しになっちゃうんですよ、ね、しかもあれだよ、バリってこうなっちゃう、そうそう、ここが一番心配なの、うん、まずこの赤い線のとこなんですけど、うん、こうやってちょっと赤い線同士ですかね、ちょっとここ上はみ出し気味に、うん、赤い線同士をまず縫います、ね、縫いますよ、こっちはこっちも縫いますね、はい、こう縫ったらこうまず広がるんですけど、うん、広がる、でそこにこの青い線の分をこうかぶせるんです、うん、はいはいはい、はい、でここも縫って、うん、
こうかぶせてこういう風になって、うん、で今度はここをくけるんですね、うん、その縫い代にかぶせるようにして、うん、余分に取っといた分をこういう風に取って、うんはいはい、で倒したところをくけていく、うん、そうするとなるほどちょうどこういう感じの、はい、皆さん伝わってますか、うん、この、 あの手と手をですね力強く、うん、こうすいません、みんな今みんなオペラ歌ってるなこれをこうじゃないこれをこうじゃないこれがベロッと出てこないから綺麗やし、うん、で力がかかってもここでもう二重に縫われてるからすごく丈夫、うん、そうおばあちゃんが作ってくれた浴衣って大体そうなってる。もう一つね、もし12枚13枚目がもしあの、うん手拭いがあったら、うん、ちゃんとあのお姉ちゃんねこのお尻のところにも ね意識あって、ね、意識あって、うん、私はあのお尻あてやと思ってお尻あて必要かなと思ってこの人の意識あて、うん、腹筋面白いんだけどね意識あてって思ってたら1枚丸まま丸ままやお姉ちゃんこれ意識あてちゃうこんな素敵な柄を前に持ってこんなにやる、ね、ほんまや実際ねこ あの後ろにはこれを出したかったやと思いますよ魚この人魚を出したかったやと思いますよこの人ねなんか魚関係みたいなんですよ築地とかねほんまやお寿司屋さん電話番号まで載ってるかけてどうするのかけてどうするのさっきのあのあっちゃんの手ぬぐいもちゃんと前のここに欲しいな、うん、そうね、ね、うん、こう見えるところに、ね、見えるところに欲しい、うん、皆さん手ぬぐい買うときちょっと買うなんかあの目線が変わるかもしれないですねどこに持ってこようかなどこに持ってこようかなとか、うん、でも足し布は皆さんあのちゃんとこうお足折りになるからそうなんですお考えとかないといけないですね、うん、江戸時代はね、うん、あの一旦丸々買って着物を仕立てられるってすごいセレブだけだったのね、うん、えじゃあ一旦で買うことって一般庶民はなかなかそんなことない、うん、そうなんそう、あの町衆でさえそういうことって本当になかったのね、うん、古着を、うん、あの洗い張りっていうとこう一旦に戻す感じになるけど、うん、洗ってバラバラのパーツにしたやつをピンと伸ばして、うん、そのパーツをこう、うん竹馬って言うんだけど、うん、四角く竹をこう囲った台みたいなところにそのパーツをぶわーってぶら下げて、うん、ガラ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 って売りに来てたおじさんがいるのねなんかリアカーみたいな、うん、その竹馬のまんまこう持って持って、じゃあいろんな部位が分かっていてでどれ入りますかっていう感じでそれで行商に来てたおじさんがいてて、うんで長屋とかに行くとおかみさんたちがわーっと出てきて、うん、あ私この襟分買おうとかお組分買おうとか袖分買おうとかなるほどパーツで買ってたあの時代劇とか見ると、うん、継ぎはぎの着物が出てくるでしょあるあるこっちとこっちから違うとか、うん、時代劇だとねこう貧しさを表すためにわざと継ぎはぎしてるっていうことがあるんだけど、うん、そうじゃなくて、うん、そうやっておじさんが買いに来ると新柄を選ぶわけあ、じゃあここにちょっと襟のところにちょっと新柄入れたりとかそれちょっとですということはもう自らパッチワークを楽しんでたっていうこっちの袖だけ新しい袖にしたりとかねあ、それ流行り柄やみたいな感じができる何そのストール的な考え今日新しいストール買って私今日ちょっと新しい袖やでみたいなそうね、それをこう、うんもうデザイナーでも何でもない名もないおかみさんたちがこう一着の着物の全体のバランスを考えながらこう生地をはめて作ってるわけすごいとないのそういうの見たい見たい、うんうん、だけどね、うん、庶民の服だから最後はもうとことん使い込んで土に戻ってしまってるから、うん、多分雑巾になります、うん、とかそのなんかお姉ちゃんが出た先折りになりますとかそうそう、うん、お座布団になったりとかしてる、うんうん、で最後はね燃やして肥料にしてしまうからね、うん、そういう庶民のものとか働く着物が残ってるっていうのはもうめったになくて、うんうん、残ってるのはもうセレブの豪華な着物しか残ってないからなるほど江戸時代の頃の生活を表した本っていうのがたくさん残っているので、うんうん、で日本はその本に挿絵がたくさん出てるんだよね、うんうんうん、でそういうのからこう考えあの見ていくしかないんやけど、うんうん、でもみんなそうやってあの一旦丸々を使ってあかんようになったらほかしてなんていう暮らしは全然してなかったので、うん、じゃあちょっとなんか今ね、うん、同じ柄でこの着せていただいてることにちょっとありがたみを感じ出したよ、ね、本当に贅沢なことでしかもエヴァ柄とか柄が使ってなんてもうそこでしか使えないわけでしょ本当よこのやったらこうやっていろんなところに使えるしっていうのでそのぐらいこう、うん、手ぬぐいがもともとはその12メートル近いさらし一端にこう柄を入れていって、うんうんはいはい、切って手ぬぐいになるしでそれをまた
縫い合わせれば着物になるし、うん、で縫い合わせる時に違う柄を組み合わせても12メートル分、うん、12枚分あれば1着になるし、うん、でバラバラにしたものをパーツだけ買ってつないで着ててもちゃんと着物になるし、うん、なんか着物ってすっごいフレキシブルで、うん、こう使い回しができるものなんですよ、うん、皆さん気づいてないかもしれないけど、うん、この着物も手ぬぐいもこのサイズきっちりとしたこの横幅が決まってることによって、うん、このサイズに合わさってるっていうことが見えてくるよね。そうね、日本の尺とか寸とかって、うん、例えばあの縦具もそうなんだけど、うん、あの襖とか畳とか、うん、決まってるもんね。もう縦横が決まってて、一軒とかね決まってるから、うんうん、びっくりするわ。こんな話になると思ってたんだけど面白がってるだけやと思って、なんかパチワークかわいいねみたいなんじゃなくて、うん、実はもう歴史的に奥が深い、うん、はいい話、だからこんなね大物からいきなりチャレンジしなくても、うん、一つ身の着物ってどういうことこの生地幅、うんこれがあの身頃になってそのまま一つ身なんですよ、うん、だから子供のジンベエさん、うん、ジンベエさんっていうかなるほど、うん、あの上っ張り、うん、なんかは手拭い1枚で、うん、あとちっちゃなお袖をこういう感じでね縫ってあげれば、大人じゃなくてもね子供のものも作れるということで、うん、半分の布で済みますもんね。そう、うん、だから可愛い手拭いでね、うん、あの汗も十分取るし、そう本当にすぐ乾くし、うん、ちっちゃい子の子ジンベエさんなんかはすっごい可愛いと思いますね、うんうん、はい楽しんでみてください。はい、7月号は手ぬぐいを特集させていただきましたが、はい、エンディングになりました。なんかあっちゃんがですね、うん、手ぬぐいを前掛け代わりにね、はい、してますよっていう、こういう形でね、うん、使うこともできますからね、うん、腰紐に引っ掛けたりとかね、いろいろできますので、うん、あの楽しんでみてください、うん、そして今回からちょっとプチ情報という形で、プチ着物テレビという感じで、うん、新コーナーをね、新コーナーを始めたいと思います。私たちって結構リサイクルの着物を買いに行くじゃないですか、うんうんうん、で、まあ大体行くと柄が可愛いとか、うん、まあ、夏物冬物とかで選ぶんですけど、実はこの着物をこういう趣向が凝らしてあるとか、うん、こういう実は私たちの知らないこう手の込んだ加工がしてありますよっていう話をお姉ちゃんからいろいろ聞かせてもらおうかなと思って、はいはい、楽しみにしてみてください、うん、そしてですね、来月はまだ浴衣の季節でございますので、うん、この手ぬぐいつながりでいろいろまだ工夫が凝らせるということで、うん、前ねちょっと嘘つき袖をやったんですが、うん ね、それの嘘つき襟をですね、はい、またあの手ぬぐいで本当に作れるということで、もう便利グッズなので、はい、よくあるあの美容襟っていうのかな、うん、あれじゃないのでもっと安定が、安定感、肩にもしっかりと安定が取れるようにお姉ちゃん教えてくれます、うんうん、ということで7月号終わりにしたいと思います。それでは来月も見てください。京都着物テレビ。